青森県黒石市のステージイベントボンゴノフを開催いたします。この時間は青森県黒石市出身でございます、現在はドラマー、分け合って白猫に戻るため冒険をしておりますニャンゴスターのドラムの生演奏でお楽しみいただきたいと思います。午前に引き続き、司会をさせていただきます黒石市役所農林課の佐藤ちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お聞き苦しい点多々あると思います。あ、ビジュアル的にも豊満なボディでございます。お見苦しい点多々あると思いますが、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。皆様、午前も聞いたんですが、黒石市を知っている方、元気に手を挙げてください。あ、すいません、午前はの9割ほどだったんです。もう1回だけ聞かせていただきます。あ、会場の皆さん十分分かっていると思います。黒石市を分かっている方、元気に手を挙げてください。 100% でございます。ありがとうございます。じゃあニャンゴスター聞くまでもないんですが、知っている方手を挙げてください。はい、あ、黒石より上がったような気がします。非常に残念でございますが、早速ではございますが、青森県を代表するゆるキャラでございますニャンゴスターに登場していただきます。皆さん大きな拍手でお迎えください。ママ手にかけ
皆様しばらくお待ちいただき、大変温かい目でお願いいたします。ここでしばし休憩を取らさせていただきます、せっかくですので休憩の後はヤングスターから黒石市の魅力についてご紹介していただきたいと思いますので今しばらくお待ちください。休憩している間に青森県黒石市、どこにあるか分かっている方は手を挙げていただければ、はい、ありがとうございます。おそらく皆さんこう日本地図見たことあると思うんですけども、青森県の、中央よりちょっと下、人間で言えばへその部分、ここに黒石市があります。今日覚えて帰ってください。青森県はへその部分
というふうに覚えて帰ってくださればありがたいと思います。よろしくお願いいたします。ニャンゴスター大丈夫でしょうか。はい、それではニャンゴスターからその黒石市の魅力についてお伺いしたいと思います。ではニャンゴスター、今この秋です、黒石市に行くのであればどこが魅力でしょうか、見どころでしょうか、ご紹介していただきたいと思います。中野山のもみじの紅葉だよというふうに紹介していただきました。そうです。青森県黒石市では中野山のもみじの紅葉が今とっても見どころになってございます。数年前に JR のポスターにもなりました。東京駅にも貼られておりました。京都の嵐山をイメージして小嵐山と呼ばれております。全国からも観光客が訪れております。今からでも間に合いますので、ぜひ黒石の方にお越しください。なお、台風が近づいておりますので、旅行プランはしっかり立てていただくようにお願いいたします。それではその他、何か黒石市の魅力について紹介していただければ。はい、ニャンゴスター考えております。本来はたくさんあるんですけども、ちょっと考えております。何かご紹介いただければと思います。見どころ。はい、思い出したようでございます。はい、小見世通りというふうに書かれております。はい、お店とは半世紀時代から今に残る木製型のアーケードでございます。暑い夏には日差しを遮ります。冬は吹雪や積雪から人を守ります。商家や呉服店にはなくてはならないものでございました。現在もまとまった形が残っているのは黒石市でございます。全国にも、ね、例がないことから日本の道100選に選ばれているところでございます。後ろの方に黒石市のパンフレットございますので、お帰りの際は、そちらの方で確かめていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして最後にもう一つお聞きしたいと思います。黒石市の美味しい食べ物といえばニャンゴスターは何を一番最初に思い浮かべるでしょうかということでございます。はい、やっぱりリンゴですということで、三富士と自分の銘柄まで指定してくださいました。やっぱりリンゴは黒石が美味しいということでございます。黒石市は昔からリンゴと米、そしてにゃんご硬いリンゴが好きということでございます。黒石市は昔から米とリンゴと出湯温泉が有名な場所でございます。やっぱり一番はリンゴということでございます。今日四街道店さんにも、黒石産リンゴお持ちしてございますので、ぜひ皆さんお帰りの際はご賞味いただければと思ってございます。ニャンゴスターももちろんリンゴは大好きということでございます。はい、その他黒石、今ニャンゴからお指示がありました。猫だから共食いにならないということでございます。ありがとうございます。その他、黒石市では焼きそばも有名でございますので、ぜひ黒石のお越しの際は、ご賞味いただければと思います。ニャンゴスター大変ありがとうございました。黒石の魅力をご紹介していただきました。それでは、最後の曲に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。
Thank you.
をもちまして黒石市のステージイベントを終了いたします。なお本会場にてニャンモスターのグッズを販売しておりますので、ぜひお求めくださればと思います。お帰りの際はステージに向かって左側から会場してくださるようにお願いいたします。グッズ販売は